The Japanese tradition. Tradition. Minasan, aishiatte imasu ka? Hello. Japanese tradition 交際第2巻です。日本では男女が恋愛の関係になることを交際と呼びます。このビデオでは日本での交際術を紹介していきます。女性との出会いには大きく分けて2つの形があります。一つは偶然の出会い。これは学校や職場、旅先など様々なケースがありますが、なかなか良い偶然には巡り合えないものです。そこでもう一つの出会い方です。それは偶然の出会いのような出会いです。例えば、彼女の定期券を拾ったことが出会いの始まりでしたなどというパターンがありますが、これはわざとのケースがほとんどです。これが偶然の出会いのような出会いです。駅やバス停、街角などであらかじめ好みのタイプの女性を見つけておいて、偶然を装った出会いを作るのです。まずは尾行です。彼女が何か落とし物をするのを根気よく待ちます。幸運にも定期券を落としてくれたらすかさず拾いましょう。この偶然の出会いのような出会いの技を知っている男性はたくさんいます。多くの日本人男性は女性が定期券を落とすチャンスを狙っていますので、普段から練習しておきましょう。落とし物をうまく拾うことができたら声をかけます。お嬢さん、落としましたよ。第一印象が決まるのもこの瞬間です。最高の笑顔で好印象を与えるためにも歯は漂白しておきましょう。できるだけたくさんのチャンスをものにするために複数のターゲットを設定しておくことも大切です。女性には2度以上偶然が重なると運命を感じる傾向があります。尾行で彼女の行動パターンを完全に把握できたら2度目の偶然の演出です。これで一気にあなたの印象を強くします。1度目の偶然と2度目の偶然の理想的な間隔は6日間です。ポイントは違う曜日であること。7日間空けて同じ曜日に出会っては行動パターンがたまたま重なっただけに感じられて偶然感が薄れてしまいます。多くの日本人女性は男性を選ぶ基準として外見をとても重視します。ターゲットはいつ現れるか分かりません。いつでも細心の注意が必要です。日本のモテる男性は理髪店と呼ばれる美容室に毎日全員行っています。出会いの瞬間は外見が重要でしたが、その後の男性の行動を女性はしっかりとチェックしています。好感度を上げる大切なポイントですから、しっかりと気を配りましょう。例えば喫茶店の場合、メニューの選び方などでもあなたの印象をアピールすることができます。シンプルすぎて工夫のない印象、女性的で軟弱な印象、子供っぽい印象、まあまあの印象、男性的でなかなかの好印象、エスプレッソダブル、ベストチョイス。ジョークが苦手な日本人ですが、女性に好まれるには必要不可欠な要素です。ここではすぐに使えるジョークテクニックをご紹介しましょう。今朝家のドアを開けると雨が降っていました。でも僕は傘をささなかった。なぜかって、昨日シャワーを浴びてなかったんでね。構造説明。1、まず不思議な行動を取ったことを説明します。2、最後になぜそんなことをしたのか説明します。新聞配達の青年がこんなことを言うんだ。すいません、寝坊して配達が遅れてしまいました。そこで僕はこう言ってやった。なーに、いいニュースってのは遅れてきた方が嬉しいもんさ。構造説明。1、まず起こった状況と言われた一言を説明します。2、最後にそれに対してあなたが答えた気の利いた一言を説明します。3、受け方が今一つだった場合、変な顔で大きな声を出します。日本でもやはりタフな男性は女性に好まれます。日本人女性はジャムの蓋を開けられるかどうかで男性のタフさを見極めます。
こんな時のために筋力アップを常日頃から心がけておきましょう。ジャパンカルチャーラボでは特製ジャムフタトレーナーの通信販売を行っています。今すぐメールかお電話を。女